今日はちいかわのうさぎとモモンガを探す旅に出ております。クリスマスバージョンのモモンガとね、かわいいうさぎが出てたからね、それを今日は取る、なんとしても。よし、じゃあ行ってこよう。あるかな、うさぎもモモンガも人気だからあるかな。今回はね、早めにね、情報収集してね、入ってる、はい、昨日、一昨日ぐらいにね、なんか入荷してるらしい。平日だから人少ないね。狙い放題だ。あるかな。チョッパーがいる。なんか丸まったチョッパーがあった。8割しかいないんだけど。ウサギがいない。私の推しは8割じゃない、ウサギとモモンガなんだけど、モモンガもいないし。あとはクリスマスバージョンのモモンガ。あ、やっぱりいない。これもモモンガがいるはずなんだよ。いない、モモンガだけいない。栗まんじゅうとちいかわも可愛いけどちょっと違うんだよね。頭にクリスマスツリー乗っけたモモンガがいるはずなんだよ。とりあえずなかったから次の店舗に行こう。やっぱ人気だよね。次は漫画倉庫行ってみる。出たばっかりなのになかった。やっぱりモモンガだけない。ない。ない。一応見つけたけど、やっぱりモモンガだけない。残念。遅かったらしい。もういいや、ガチャガチャ回す。猫がいっぱい。かわいい。かわいい。モモンガ。あ、ウサギも頑張ってる。あ、落書きしてる。かわいいね、これ。売り切れってなってさ、かわいいと思ったのに。ああ結局ここしかなくて、これだったら 50% の確率でうさぎが出るから、これにする。あ、再入荷した。そうだよね、これもらったことあるもん。あ、これとこれとこれ持ってないからこれする。このモモンガ欲しかったな。勉強する気ないじゃん。うさぎが出ますように。覗いても分かんないんだけどね。ちいかわだった。
かわいい。結構大きいな。とりあえず持って帰って開けよう。2分の1の確率でウサギが出なかった。モモが見つけた。スイッチだ。頭大きいけど可愛い。モモがまじない取れるように。本日の釣果です。ちょっと違うか。タコのちいかわと推しが出た。出たじゃない、取れた。モモンガかわいい。ちょっと私の手で綺麗に写ってないかも。はい、かわいいしょ。やばい、尊い。一回で取れた。着いたからね、ご飯買って帰ろう。今日のお昼ご飯です。すき家です。今日はとことんチーカツ。初めてすきすきセットってやつ頼んでみた。行くよ行くよ。今日はモモンガがついてるかもしれないから、モモンガモモンガモモンガ、ワンちゃんウサギ、モモンガウサギ、モモンガウサギ。どっち、私見えてない。どっち？どっち？いやー、モモンガいらっしゃい。今日はモモンガの日だ。かわいい。かわいい。よかった、買って。できたー。お腹がグーグーなっている。ちょっとこれね、めんどくさかったからね、お店で食べればよかった。それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになった。ヒブダイさばかないといけないけど、ちょっとお昼寝してからさばきたいと思います。おやすみなさい。いや、食べた後に寝るのがね、一番幸せなんだよ。うっ、いい当たり、いい当たり。あ、やばい、これ、ちょっと待って。あ、やばい、これ、ちょっと待って。くっ、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 なんだ、今の。やべ、やべ、ちょっと、ちょっと、ちょっと。逃がさん、絶対逃がさんぞ。これめっちゃでかいぞ。やだ、やだ。耐えろ、耐えろ、私耐えろ。負けない、負けないよ。あ、やだやだ、よし、ついてる、ついてる。絶対負けないぞ。なんだこれ。やば、ちょっと、どこ行った？
ね、すごい走ったね。うわー、ちょっと酸素、息を、やったちょっとおばあちゃん口じろかと思った。とりあえず見よう。もう久しぶりにのされまくってましたね。最初のラインの出方がやばかった。だってドラグ結構締めてたんですよ。それであんだけ走ったから、どんなもんが上がってくるかと思ったらこんなもんが上がってきた。よいしょ、でっかいヒブダイ、はい、でっかいヒブダイ釣れた。サイズ測ろう、とりあえずサイズ測ろう。これね、私もう見てわかるよ、自己記録更新やったぜ。65センチ、すいません、65だ、65ヒブダイのメス持って帰って食べたいから。ありがとうね、すごい楽しかったよ、すごかったよ。ほっヒブダイをただいま、まず鱗取りをしているんですけれども、この鱗取りじゃ全然剥がれないので、母がポイポンチだって、ペンチイカレポンチ、ペンチを持ち出してきました。これいいね、引っ張る、しまったね、身を引っ張ったとかね、身を引っ張ったらコツがいるらしいです。そう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 、魚さばいてる絵じゃないね。OK OK。うろこが花びらみたい。映ってないし、映ってないし。そこそ、近っ。おお。大きい。はい。はい。内臓を出して頭取ってこんなになりました。母手伝ってくれてありがとう。どういたしまして、ペンチ担当。てなわけで釣れたヒブダイをさばいていきます。でさすがにあの量はね、一人じゃ食べれないし、みーちゃんぽこたお姉ちゃんだけでも食べきれないから、さばいた後みんなに配って回りたいと思います。ヒブダイのお姉さんになる。ヒブダイ、ヒブダイって言いながら配る。昨日お母さんに手伝ってもらってヒブダイこんな状態になりました。大きいお魚さばくときってペンチが必要なんですね。初めて使った魚さばいたりするときにペンチって、はい、こんなになりました。すごいよね、ででん。いや、ヒブダイってなんかベラ科なんですって。だからほら、乙女ベラってさ、こんなヒレだよね。でね、見てこれ、お腹の中ペカペカしてる。ペーペカチュー、ちょっとうるさいよ、黙って集中して。ではでは、このヒブダイを3枚に今からおろして、一番おいしい食べ方のフライにしていきます。じゅわーっとね、じゅわーっとね、ふわっとね、レッツクッキング、シャキーン。こんなのが海にいっぱいいるんだよ、ロマンですね。なんかこれ、あの色鯉ってわかりますか、錦鯉みたいなすごい高い鯉いるじゃないですか、あれさばいてる感覚になってくる。やばいよね。
上手にさばけたかな。やっぱ大きい魚さばくのは難しいですね。よし、なんとかさばき終わりました。ちょっと下手くそだったな。見てここ打撲してる。多分あんだけのファイトをしてたからとか磯とかにぶつかっちゃったんでしょうね。でも思いのほか綺麗に血抜きができててよかったです。では続いてフライにしていきます。ヒブダイのフライはあまり薄く切っちゃうと身が崩れちゃうので、結構厚め、分厚いな大きいな、厚めに切ってますが、はい、完成しました。ここ一番おいしいところ、腹側のお腹の部分、これはもちろんポコタに召し上がっていただきたいと思います。はい、ってことで今回もとってもいい休日でした。釣って楽しんで、そして釣ってきたお魚をたくさんの人となんかおいしいっていうのを共感し合って、魚釣りって本当にいいですよね。早速今作ったフライをみんなに配って回りたいと思います。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。